When you run it out of luck, need to get unstuck, so go off. When you rub against the wall and you get off, so go off,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  so go off, go off, go off, go off. キックオフ新潟は J1 の舞台で戦うアルビレックス新潟の勇姿や地域のサッカークラブの情報など新潟のサッカーを盛り上げる地域密着型サッカー番組です。今回は先週に引き続き右サイドで輝くドリブラー松田栄太郎選手、そしてサイドのスペシャリスト長谷川拓海選手によるプレミアムトーク。トークテーマはお互いの存在について。俺にもう負けたりすること本当に嫌がるんですよ。だから練習とかでメンバー外練習とか結構人数少なくてマッチアップすること多くて、俺を吹っ飛ばしたりしたらめっちゃ喜ぶんですよ。とか俺が吹っ飛んでるとことか見るの大好きなんですよ。だからちょっと嫌がるんですよ、それ言うと。もういいっすよみたいな、それが面白いっす。だから匠君には負けないように抜いてやろうとかいう気にはやっぱ練習中なるんで、まあ、それこそありがたいというか、やっぱバー外連とかでメンバー外とかなったら気持ち下がるじゃないですか。まあ、そういう時にやっぱそういう負けたくない相手がいるっていうのはそれはある意味助かってるんですけど、でもちょっといじられすぎるんでたまにイラつきます。そんな松田選手を長谷川選手はどう思っているんでしょう。 なんすかね、怠け者っす。はい、全然いいとこ出てないですね、このお互い。なんか甘えん坊っすね、はい、自分にも甘いし人にも甘いっす。めっちゃ言われます、こうやって日々言われてます。みんなが思われてる印象とまんます。続いて訪ねたのは試合中一番声を出す選手。誰、ヤンとかじゃない？ヤン君、俺、栄太郎はマジ声聞いたことないです。試合中の声マジで聞いたことないです。栄太郎は人にこんなこと言うんですけど、マジで試合中声聞いたことないです。匠君ちょっとよろしく後ろとかそういうくらいです。続くテーマは2人が所属するという軍団阿部について。阿部光と大輝、俺と栄太郎で、まあね、4人でよくいることが多いだけです。でも去年は結構私生活一緒にするとダメみたいなルールあったんですよ。コロナで。ああ、はいはい。だからもう去年はそんなんですけど、今年から結構サウナとか一緒に行ったりしてますよ。はい、暇の時は。お話とか。軍団を率いる阿部選手、やはりそれだけの統率力があるんでしょうね。ただ年上なだけです。ただ年上なだけです。住んでる近くで、まあ、結婚しないメンバーって限られてくるんで、それで多分暇な時が多くて、で自然とその軍団に入れさせてもらったっていう感じですかね。軍団阿部の皆さん、日頃どんな話をしているんでしょう。ずっとワンピースの話してますよ。軍団で、軍団、俺以外で、俺入れないんですけど。栄太郎だけワンピースわかんないんで。けどそのワンピースのみんな話してるから TikTok でめっちゃ出てくるんですよ、ワンピースの切り抜きみたいなとこが。でも見ればいいのにって言ってんすけど、全然見る気ないっす。でもいいとこ知っちゃってるんですよ。でも楽しみがないんですよ。で話に入ってくると、お前話入ってくんじゃねえよって今日知ったかするんですよ、ちょっと。いやこうこうこうっすよねみたいな。チーム内のもう一つの勢力、軍団星については。ユージくん、カイトくん、ソウヤくん、ヤンですね、はい。でも人気度が違いますもんね。あとなんかもうシンプルになんか向こうの方が強いです。全てシンプルな力関係的にも、力関係的にも向こう強すぎて相当俺ら弱いです。たまにユージくんとかにご飯連れてってもらったりするんで。ちょっとダメじゃないですか、それ。まあどっちにも顔出してちょっと。長谷川選手は星選手にそこまでご飯を誘われても行きます。行きます。
美味しいとこ連れてってくれるから。もうなんだ、多分阿部も行きます。軍団阿部じゃ行かないようなとこを連れてってくれるじゃないですけど、ランクが高いですかね。高いとか言ったら高速に怒るよ。怒るよ、マジで怒る。これダメっすよ、阿部。怒ランクとか言っちゃダメっすよ。阿部怒りますよ本当に。そうですね。ここでアルビレディスにビッグニュースが飛び込んできました。元日本代表で2011年の女子ワールドカップ優勝メンバー川澄奈穂美選手がアルビレディスに加入しました。会見で語ったのは、もっともっと試合会場に来ていただいたりしてもらえるようにこれから頑張りたいと思います。サッカー選手としてしっかりここ新潟で結果を出したいなというふうに、もうすでにこう気持ちが高ぶっています。川澄選手、国内ではアイナック神戸レオネッサで皇后杯やリーグ戦での優勝を経験し、その後アメリカのクラブでも活躍。新潟移籍の決め手の一つには、アルビ一筋17年幼なじみの上尾野辺恵選手からのラブコールがあったといいます。あの神尾延が地球3個分も来てほしいと思うなんてよっぽどのことだなと思ったので、決断しました。本人はこう両手広げて喜んだりはしないですけど、多分今世界で一番喜んでると思います。昨シーズンリーグ10位に終わったアルビレディス、世界を知るベテランの加入で今シーズンの躍進に期待が高まります。新潟にタイトルを。そして世界を魅了するなでしこジャパン、女子ワールドカップではノックアウトステージに駒を進め、この後日本時間午後5時からノルウェーと対戦します。優勝を目指して頑張れなでしこジャパン。話は戻って、松田長谷川両選手に今後の抱負を聞きました。前半戦はなかなか、リーグ戦に絡めてなかったんで、後半戦と、天皇杯はまだ残ってますし、しっかりまずは試合にいっぱい出れるように、あとはチーム自体が一つでも上の順位に行けて、一つでも次のラウンドに進めるように、頑張りたいです。はい、自分も前半戦なかなか絡めてなかった分、ここから全試合絡めるように怪我なくやっていきたいと思いますし、あとは前線の選手なので、得点っていう部分でチームを助けれるように、チームとともに自分も上に上がっていけるようにしっかりやっていきたいです。松田選手、長谷川選手も活躍した天皇杯4回戦、町田ゼルビアと対戦し、小見選手の決勝ゴールで14年ぶりに準々決勝へ進みました。さらなる高みを見せてほしいです。アルビレックス新潟、今後の試合情報です。今夜7時から国立競技場で名古屋グランパスと、12日にはホームで湘南ベルマーレと対戦します。ここでプレゼントです。 J リーグのファン・サポーターの皆さん必見の週休マガジンによる J リーグ開幕30周年を記念したスペシャルブックを3名の方に、ハッシュタグキックオフ新潟をつけて投稿してください。お待ちしています。世代を超えた新潟のサッカー熱をお伝えするキックオフ新潟、今回やってきたのは北越高校サッカー部です。男子は全国高校サッカー選手権大会に5回出場し、女子は女子サッカー選手権で県3位の成績を誇ります。北越高校サッカー部に挑戦してもらうのは矛盾て PK 対決、絶対に PK を止める男子サッカー部上島さん、そして絶対に PK を外さない女子サッカー部の多田さんとの対決です。全部止めれるように頑張ります。頑張ります。部員たちも声援を送ります。面白い。あ、緊張に弱い。これは負けられないです。さすがに負けられないです。どちらに軍配が上がるのか。それでは矛盾て PK 対決、1本目。おっと、これはキーパー上島さんの読みが近、見事にキャッチ。そしてこのガッツポーズ。
いや最高っすね。あと何本あるか分かんないですけど頑張ります。いや次は頑張ります、続いて函館 PK 対決2本目。これはキッカー多田さん、キーパーの届かないところに蹴り込みました。ナイスシュート。1対1。次も決めます。1対1で迎えた3本目。キーパー上島さん、1本目と同じコースに反応、鋭いシュートを弾き出しました。やりました。マジで読み当たったんで良かったです。完璧でした。完璧でした。次も止めます。次を止めればキーパー上島さんの勝利。このまま勝負が決まってしまうのか。まず守護神として頑張って止めてほしいです。ただファイター。今日延長するもんね。多田さん、ゴール右隅を狙いましたがクロスバーの上。北越高校函館 PK 対決はキーパー上島さんの勝利。最後に2人の選手にこれからの目標を尋ねました。試合でたくさん勝つことです。やっぱ新潟県の頂点目指して頑張ってるんで、やっぱこの夏が勝負になってくるんで、この夏でしっかり鍛えて選手権優勝を目指して頑張ります。これからもキックオフ新潟はサッカーを通して地域に根ざしたチームを応援していきます。